ビットコインは一時的に2万5000ドル台に到達しましたが、その後この移動平均線によりサポートとして反発し、そして現在2万7200ドルで推移している状況でございます。ビットコイン、次の動きは一体何なのかビットコイン、このまま2万ドル台、前半2万3000ドル台、4000ドル台まで挑戦していくのかそれとも、 私が話している通り、これはビットコイン、単なる騙しでここからさらに3万2000ドルをブレイクし、4万ドル台を観測することになるのが、本日こちらすべて話していきたいと思います。そしてね、私の10億円以上のね、ロングポジション、こちらのね戦略についてもね、共有していきたいと思います。はい。今後のね最新のね、分析、そしてね、今後の戦略すべてね、本日動画で話していきたいと思いますので、よければね、皆さんぜひ最後まで見ていってください。ということで、早速ね、入っていきたいと思います。本日の方がね、重要となってきます。 はいということでですね、ビットコイン。 こちら4時間足から見ていきたいわけなのですが、大きなね、まあ、騙しとして、ね、終えました。はい。冷足の方とかで、ね、見ていきたいわけなのですが、こちら見てわかる通りですよ。こちらのね、26,600ドル台がめちゃくちゃ重要なサポートゾーンでした。これより下で冷足を確定するのであれば、もう24,000ドルから25,000ドル台が見られていたわけなのですが、ビットコインはね、無事に、ね、大きな騙し、大きなヒゲとして回復してきた状況でございます。そしてね、冷、週足でもね、見ていきたい状況なので ですがはいいな、まあ、なかなかねこちら見てください、まあ、実践はですよ実践はね、こちらのげ、ね、足よりも上でね調整したことにより、はい確定したことにより、こちら、ね、なかなかね悪くない左足,足のね確定となってきている状況でございます。そしてですよ、皆さん、はいこちらで、ね、ビットコインね、ね左足にて、まあ、こちらねツイッターでもね言及したのですが、はいヘッドショルダー勢ねめっちゃいたわけじゃないですか。 はい、これをヘッドショルダーって言ってて、そしてこのネックラインブレイクして、ねまあ、たくさんの人が、ね、ショートしていったわけですよで。このショートがねこのショートを打ってた人たちが今ねもうトラップされてるわけなんですよ。まあ、どういうことかと言いますと、含み損の状態なんですよね。 ので、ここからどうなるかって言いますと、ここでショートを打ってた人たちの、言ったらね、ストップ狩りが始まるわけなんで、まあ、それがね、成り行きで約定していって、おそらくね、価格がね、今から飛躍していくことをね、私ね、予想している状況でございます。のでね、もう、はめからこの動画の始めで言ってきますけど、おそらくね、2万3000、2万4000ドルだよね、もう到達しないと思ってます。これずっとね、皆さん話してると思いますが、2万5000ドルはね、もう最初からね、もう到達しません。で、なんでかって言いますと、まあ、3万2000で拒否して、その後ね、2万、 5000とかに行ったら、もう誰もが勝てる相場になるわけじゃないですか。もう誰もが勝てる相場だったら、もう。<laughs> 誰もが勝てる相場になるわけじゃないですか。言うたら全員が初心者でも勝てるような相場になるわけじゃないですか。3万2000円で拒否して、そして2万5000円で買う。誰もが考えられるシナリオです。そういったね、誰もが考えられるシナリオって、相場って、ね、提供しないね、傾向がありますので、だからこそね、私ね、最初からね、ビットコイン上に行くということを話していました。確かにね、私のエントリーポイントね、まあ、完璧ではなかったです。はい。今回ね、いろいろ学ぶことがありました。そしてね、 ポジションも、ね、減らすことになったんですけど、一時的に。その後ですよ。私ね、さらにポジション増やしました。見てわかる通りですよ。こちら六、ね、65ビットコインと、言ったらね、50ビットコイン、損切りしたんですけど、最近2億円分ぐらい。それをね、またね、まあ、追加でね、まあ、足すこととなりました。はい。で、なんでかと言いますと、まあ、言ったらね、結構ね、この層を見ている感じ、今からね、上がっていく可能性がね、高いと思っています。ここからね、全部話していきます、こ,この動画で。皆さんね、ゆっくり見ていっていただきたいんですけど、まあ、ここからね、おそらく上がっていくことがね、 上がっていく可能性が私高いと思ってるんですよね。はい。だからこそ、まあ、こんな感じで、ポジションで一旦損切れしましたけど、まだね、追加して、ここは追加しないんですけど、まあ、軽く追加してね、言ったら60ビットコインぐらいに、ね、追加することになったんで、まあ、現在ね、まあ、約ね、15億円分のポジションと、まだね、なりましたって感じでございます。はい。で、何をね、今から見ていってるのかと言いますと、まあ、とりあえずね、はい。 まあここね、サポートホールドしたんで、ここは絶対に割ってほしくないですね。で、今ね、現在、こちら27,100ドルのまあレジスタンス挑戦してるんですけど、この4時間足の確定の仕方がね、めちゃくちゃね、綺麗なローストキャッシュ確定してますと。はい。で、今現在ね、ここね、挑戦してるんですけど、このヒゲよりね、下。なんならここのサポートあるわけじゃないですか。 ま、ここに今現在サポートとしてホールとしてるわけなんで、ま、27,100より上で、ま、4時間足を確定したことがね、大きな進歩かなと思われます。じゃあ、ストップね、ショートのストップってどこに置いてるのか。間違いないかね、ここのヘッドショルダーはあって、ここでショート行った人はたくさんいますと。で、今結構ね、もうらわれてるんで、ま、一般ね、私が一番注目してる、こちらね、ゾーンは28,300ですね。 もうここをもし悪くなるのであれば一気に上げてくると思ってますので、キーエリアが28,300となってくるかなと思ってます。で、さまざまな声が今ある状況なんですけど、ここから上がってまあ下がっていくみたいな声があるんですけど、それだったらね簡単すぎるってか、もう一旦ね 100, 100日平均線ね、もう反発しております。この100日平均,線平均線がめちゃくちゃ重要なラインでして、これも話し,てる話しましたけど、ここのね反発しましたと。反発しましたし、 100日平均線めちゃくちゃね、ビットコインが、まあ、注目しているクルーラインでございますと。こういった移動平均線って、一回ね、挑戦者取って、見ていくとわかる通り、まあ、そのままね、まあ、ブレイク、一気にブレイクしない可能性が高いんですよ。挑戦者としても、一回ね、下回って、まあ、サポートとして確認していくみたいな、はい。一気に下回らない。ここもサポートして、確認して上に行って、確認してからブレイクしていく感じなんで。 もう一旦ね、ここね、かなり重要なエリアで、間違いなくね、今、上昇トレンドに入っている状況なんで、こう、反発しますと。プラス、まあ、これだけじゃ、まあ、この理論ね、まあ、このサポートをね、まあ、言ったらね、後押しするのはね、ちょっと弱いんで、もう一つね、重要な移動平均線が200周平均線なんですね。これがめちゃくちゃ重要な移動平均線でして、まあ、見てわかる通り、めちゃくちゃね、ビットコインがね、意識しているエリアなんですね。2万5000ドル台でも、一旦ね、こちらね、拒否しましたと。拒否してから反発、拒否してから ブレイク者と、そしてそれに一旦レジスタンスのものをサポートとして確認してます。で、こういった移動平均線って、高時間軸であるほど、めちゃくちゃ威力が強いんですよね。 で、ここも見てください。コロナクラッシュの時も一旦ね、サポートして反発しました。2018年もサポート反発したということから、このね、週足レベルのこういった、あまりビットコインがね、歴史的にも数回しか、しかもキーポイントですよ。本当にトレンド転換とかの大きな節目でしか挑戦したことがない、こういった移動平均線でめちゃくちゃ重要です。のでこれをね で一気にブレイクすることは私は私考えにくい考えられない可能性としてねものすごく低いと思ってます。プラス100日平均線プラスもうみんなが下目線で言ってたわけじゃないですか。この前のね前回の動画のコメント欄でもさまざまな声がありました。間違ってたみたいな感じで言ってますけど、確かに私のね思ってた通りには,はい行きませんでしたが、ただ私が言いたいのはもう最終的にはどっちにしても上、そして2万5000ドル台は到達しないということでした。 はいので、確かに短期的にはちょっとね、私のねポイントリポジション、完璧ではなかったです。さまざまなことをね、学ぶことありました資金,資金の、ね、管理もね、全然ね、よくなかったです。のでね、ね損切りすることになりましたが、じゃあ、私がね、もし、本当に自分の分析がね、もうこの時点で間違ってると思ってるのであれば、もうこの時点で損切り知らずです、2万6600ドル台で。はいまあ、前回の動画でもね、騙しの可能性がね、かなり高いっていうことを話したんですけど、まあ、騙しだと思ったからこそ、ポジションを切らずに、 入れたっていいうわけでございますそれがね、まあ、一番の証拠かなと思ってます、あ。全てのポジションね、まあ、こんなに公開している、ねまあ、インフルエンサーは、ねまあ海外圏でもねいないです。私が確認したところ。はいこんなに一番私が確認する限り、一番大きなポジション私ね持ってます。はい、まあ、てな感じなので,でございます。はい 次の、ね、レジスタンスね、見えてくるところは、今ね、こちらね、私ブレイクしちゃうと思ってるんで、次27,700。ここがね、注目されてきます。そして28,300。ここブレイクしちゃう一気にね、私ね、29,700とか見えてくると思ってます。まあ、最低でもね、今週中にこの28,300ね自分到達すると思ってます。そして、まあ、5月中にね、まあ、3万2,000ドルだよね。まあ、ブレイクするはずです。私の理論が正しければ。はい。今から一気に上げてくると私は思ってますので、プラスですよ。こちらね、ビットコイン。現在、この、 フォーリングウェッジね、加工ウェッジを形成しておりますと。はい。で、こちらに70%の確率で上にブレイクするわけなんですけど、見てください。形成しますよ。で、このネックラインのあたりが27,700ドルあたりなんで、ちょうどま水平レジスタンスがあるところですので、27,700をまブレイクしてきたらね、一気にね、物事がね、動いてくると思いますので、このね、フォーリングウェッジね、見ていきたいです70。70%の確率でこれね、ブレイクしますので、ちょっと見えにくいですけど、はい。 見えに行くいんで、こっちで見せますけど。はい。こちらね、ブレイクした気に駆け上がってくるんで、これ見ていきたいです。そして、これ以外にもめちゃくちゃ上目線の要素がありまして、まずね、このストーキャスティック R2A、引き足でゴールデンクロスを起こしてますと。で、これがね、ゴールデンクロスを起こした時って、その後ね、大きな動きがね、出てるっていうのがね、わかると思います。はい。こんな感じの、みんなが終わりって言った後に上がっていく。ここもみんな終わりって言った後に当たっていく。そして、ちょうどね、ストーキャスティック R2A がね、毎回ね、ここで底打ちしてるんですよね。 今回もねみんなね、終わり終わり終わりみたいな感じだったじゃないですか、2万4000、2万5000、2 4000、言ってるじゃないですか、私、もう、大衆が望んでいること、もう簡単すぎることは、もう、相場は提供しない傾向にあるんですよ。だからこそ、私は2万5000ドル台はずっとね、最初から、もうこの辺からもう分かってたんですよ、到達しないということ。で、よかったです、到達しなくて。私の理論がね、正しかったっていうことです、これは。はい。そして、マック・ D もね、こちら、ゴールデン・クロスね、起こし始めてます、これ。 冷やしのゴールデンクロスがめちゃくちゃ強力なんですよね、これ。はい。見てください、クロスした後。見てください、この上昇。見てください、この上昇。それがね、またね、久しぶりにですよ。もうクロス起こりかけですよ。はい。めちゃくちゃね、上目線を後押しするようなことがね、事柄がね、めちゃくちゃ起きてるんですよ。だからこそ私はね、このまま3万2000円をね、5月中にこれブレイクするはずです。私の理論が正しければ。3万2000円ブレイクするはずです。 じゃこのチャートね、よくね、私のチャンネルでね、話しますが、まあ初めての方もね、ぜひこちらね、覚えていっていただきたいんですけど、はい、今ね、相場って、心理、人の心理によって動いていくっていうことを皆さんご存知だと思うんですけど、本当にその通りで、まあチャートもね、これとね、同じようなね、ま形をしているわけなんですよ。まちょっとおさらいしていきたいんですけど、まあ憂鬱でこうみんな終わりって言って、さらに下の科学を望んでいたわけじゃないですか。ただ私たちのみがこちらで、まあ底打ちしたってはっきり言ったじゃないですか。 はい、はっきり言って、そしてそのまま上がっていって、ここも相達したんですけど、まあ、ここブレイクすると思ったんですけども、そのままね、ここの不審心っていう場所あるじゃないですか。今回もどうせ同じように失敗するっていったところから大きく反発し、今現在ね、希望と落下の、ね、間にいるはずなんですよ。で、チャートの形もね、ものすごく似てると思います。希望と落下の間に。はい、こちらの希望と落下のね。 こう落ちてから反発して。だからね、この、私はね、このチャートの通りにトレードしてるわけなんですけど、3万2000をブレーキしたらね、全員がこの上昇本物だって、楽観のね説明にある通り、もう思うじゃないですか。3万2000ってもう明らかにレトレンド変換、トレンド変換ってか、もう歴史的なレジスタンスがある場所なんで、ここって。 もうここブレークしたらもう全員が認めるじゃないですか、この上昇。まあ、そっからね、急に上げてくるわけなんですよね。そして私が話している通りね、おそらく天井がね、4万5千から4万8千ドルになってくると思われますので、まあ、その時になったらね、毎回ね、毎回そうなんですけど、毎年毎年、もう市場最だから、ね、更新するぞという声出てきます。まあ、その時に私に全ての、 もう現物も理覚していきます。でもちろんこのチャンネル、それ全て話していきたいと思いますので、皆さんチャンネル登録とね通知音忘れずにしていってください。まだね、そのタイミングではないのでね、まあ、話していきませんし、まあ、このチャンネル結構そのこと話してるんで、ぜ、ま、ひ、あ、ね、まだ見ていないっていう方はですよ。私のね、このビットコインのロードマップですね。もうそこうちの時から2025年までの市場最高値までの全部のシナリオをね、ここで話しますので、今のところね、その通りに完璧に動いてるんですよね、これ。 はい、このホーム画像、ね、超重要動画、ぜひ、ね、見ていただきたいという感じでございます。はい、そして、ですが、はい、なんか話すことあったと思ったんですけど、はいまあ200まあ、話しましたね、200周平均線と。 えっと、日足の100日平均線をねホールドしてね、これ、騙しの可能性がありますよと。今だね、現在ね、結構下目線が多い状況で、そうですね、こちらのポジション数見せたかったんですけど、はい、これ、新規叩き具件数で、言ったらね、まあ、ロングとショートの数を表すものなんですけど、まあ、上がね、ロングのものだと、ロングのものなんですけど、こちら見ていって分かる通り、全然ロングのポジションが増えてないんですよね。で、逆にね、このショートのポジションが、ここからへここからね、下落の時に、ショートが爆、増えしてるんですよね。 言うたらねこの28,300ドル台からずっとショートを売っていっている人がねめちゃくちゃ多いわけなんですよ。言うたらねその人たちが今結構ね含み損、特にこの辺で含み損になっていってるわけなんで、まあ、28,300、ここがね、まあ、間違いなくね、 ショートがストップロスを置いているところです。だからこそ私は、ね、28,300がかなり重要な、まあ、ラインだということを話しているわけなんですけど、ここを、ね、ブレイクしたら、一気にこのショートが、はい、もう焼かれる状況何百億も、ね、ショートの、ね、ショートがあります。この逆にその何百億円分のショートが、はい、おそらく1000億円近くになると思うんですけどその買いがね、もっと、なんならもっとだと思うんですけど、その買いがね、今から起きてくるわけなんですね、ここから。 だからこそビットコインが2万8300をブレーキして一気に上げてくると。そしてロングもね全然増えてないということから、逆に言うと、未だにね、まだに強気,だ強気の人が少ないわけなんですよ。大衆は下目線っていう証拠です、これは。ショートの数もねどん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 増えていってますと。はい、そしてね、ファンディングレータもね、一時期赤になってますし、減少方向です。これめちゃくちゃ小いいサいんですよ。大衆はね下目線っていう証拠です、これは。 はい、で、これね、まず、なんでじゃあ、ショートがふ多かったら、価格って上がりやすいのって思うかもしれないんですけど、皆さん、これね、価格がね、どう動くかね理解しておかないといけないわけなんですけどだ、それを理解することができるのであれば、の逆になぜ相場は対象の逆に動くのか、はい、言ったらね、まあ、このヘッドアンドショルダーでね、みんなトラップしちゃうわけじゃないですか、言ったらもう簡単すぎじゃないですか、ヘッドアンドショルダー、ここで、ずっと話してると思いますけど、ヘッドアンドショルダーでショートして、ここでね、ブレイクした瞬間でショートしたら、 もうみんな儲かるわけじゃないですか、簡単すぎて、もう誰もが考えられるもうトレードのシナリオじゃないですか、だからこそ、私は、ね、もう騙しだと思ってたわけなんですけど、まあ、これ、ショート、めちゃくちゃ溜まっていったわけじゃないですか、ショート溜まっていって、まあ、その後ね、これね、言うたらクジラはねもっと下で買いたかった、プラス、ショートを誘いたかったんですよ、価格を上げるために。はい、だから本当にこれ、トラップですよ。 も本当にひどい騙しです、これは。だから、ショートの人たちがね、おそらく今から焼かれていくわけなんですけど、たらストップロスを引っかかったら、ここで例えばね、10億円分のショートが誰かね売りましたと。はいそして、ずっと含み損で今持ってますけど、強制生産が2万8300になるとしたら、言ったらねその10億円分をまた買い戻さないといけないわけですよ、ここで。 分かりますか言ってること。だからね、その買い、言うたらね、その打った分をここを買い戻さないといけないわけなんで、逆にこうやって上がっていって、まあ、それがね、今数百億円分ぐらいの単位で行われてますので、価格が爆上げしていく可能性が高いって感じです。で、現在ね、この上昇もそれによるね、ショートのストップ狩りによるね上昇ですので、ここからね、一気にね私ね、駆け上がってくるかなと思ってます。経済市場もね、大したものもありませんし、インフレも鈍化しますので、私からしたらね、もう上しかないですね、自分は。 もう騙しで完璧な騙しで終足も確定して、このフォーリングウェッジ確定してますので、私たちの実力とはい核をねもう証明するときですよ、はいまあかなりねバカにされてきましたが、ただねまだですよと、まだここブレーキしてないからまだですよと、まあ確かにここねはい動画で言ってませんでしたけど、ここ下がると思ってたのが、ただまだですよと、だからこそポジションを切ってなかったので、それがねまあ私がねなぜここまで上目線で入れたのかっていうもう証拠だと思います、何よりの。はい そしししててさらに買いい、増しもしてますよと。はい、で、ドミナンスもね、結構上げてきてますので結構ビットコインが吸収していってる状況なんでこの上昇もね、本物だっていうね、証拠になってくるかなと思いますはいみたいな感じでね、まあ、ポジションね、ね、こちら、ね、はい、もう2万8000ドルぐらいにいったらね、もう一気にね、駆け上がっていってもう含み損含み益になってくると思いますのでこのポジションもね、見守っていきたい状況でございますそして皆さん はい、本当に私ね現物しかねおすすめしてない状況なんですけど、まあなんでかって言いますとこんな感じのね大きなボラテリティにね、ボラテリティひどいじゃないですか、ビットコイン。それで、ね、本当に焼かれる人がたくさん多いので、特に初心者の皆さん初心者の方々の人がたちがいるのであればですよ。はい、だからこそ私は現物をねおすすめしてたんで、まあそれでね皆さん今回理由わかったと思います。ですが、経験のある方、もしね、トレードしたいのであれば、こちらねビットゲットおすすめでございます。何でかって言いますとね手数料1番業界安いです。はい、刺しでね、 0.017、なりゆき0.051、バイノスが0.1%です。ですがね、私のね、手数料見てください。さらに30%オフになってるんですよね。まあ、こちらね、説明欄の一番上からね、皆様たまに、さらに手数料30%オフにあるね、URL、こちら貼ってます。一番おすすめの取引所になってますので、皆さんぜひ使ってってください。そしてね、コピー取りド私やってるんでね、こちら見てったらね、やり方とかあるので、だからこそビットゲットおすすめしてる状況なんで見てってほしいです。そしてね、こちら FXGT もね、こちらあります。見てってください。そして無料 VIP サロンね、こちらね、 そろそろね、募集開、再開します。3万2000ドルビットコインね、ブレイクしたらね、もう全員がね、入れるようにしていきたいと思うんで、も、ま、う、あ、条件クリアした人、そしてもうちょっと条件簡単にしていきたいと思いますので、とりあえず、ね、ビットゲットだけにしていこうかなと思ってますの、ね、で、登録。まあだからこそね、こちらお勧すすめしてるわけなんですけど、まあ、皆さんね、ぜひ、こちらね、見ていってください。こちら LINE グループね、Discord グループね、本当にいろんな方が話してるんで、本当にね、参加していただけいです、皆さん。も匿名で参加できるんで、見るだけでもね、勉強になるので、ぜひね、参加してってください。そして Twitter もね、こんな感じのね、 情報ね、まあ、都度発信しているので、はい、YouTube 以外のね、こういったね、限定情報ね、ゲットしたい方、もう全部で Twitter で話します、私のね、考え方。はい。もう本当に Twitter も、ね、絶対フォローしていった方がいいと思うんで、皆さんぜひ、ね、Twitter、こちらからね、フォローしていってください。いいねリツイートもね、していったらね、本当に嬉しい限りです。まあ、こちらのね、1000万円の、ね、プレゼンの客、もう4万ドルね、今年、今年中にいったらね、1000万円のプレゼンの客していきますので、 はいもうそれぐらいの覚悟で、ね、私4万ドルいくと思ってますので、皆さんね、こちら、いいねツイートしてってくれたら嬉しい限りです。って感じ、皆さん、本当に最後までご視聴ありがとうございました。はい。また確かに油断はできませんけどね、まあ、サポート確認してって、もうサポートレジス変換してって、もう流れ完璧に来ている状況にしか見えません、私からしたら。まあ、ここから一気に駆け上げてくると思いますので、皆さん、本当によく耐えました、ここまで。はい。もう怖かったやつ、正直。怖かったとこありますか私たちの覚悟と証明、できましたよ。 ここからさらにね、3万にして超えていたら、行くと思いますので、もう実力とね、覚悟ね、証明していきましょう、私たちの。はい。てな感じで皆さん、本当に最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。では